乱世の先を築くのはこの総猛族よ。風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われる。おえで、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務め。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま新発の命あるまで待機します。うん。祖祖様、この風ずっと吹くだか。うん。どうかしたのか、巨人。なんでもねえけど、なんだか気になるだよ。鋭いね、キャチョ殿。そう、この風はいずれ私たちの牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずか一時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。風向きが変わったらどうなるという。奴らが木屋でも打ち込んでくる。まさにその通り。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。この…俺が知っている男です。
ここで敵を食い止める。命を捨てる覚悟で守れ。シーン、やっぱり君か。覚悟は良いな。この大戦乱に連環の剣は、さすがだよ。我が波動の悪いちゃしょうがないね。天聖、邪魔はさせないよ。逃亡兵は厳罰に処する。覚悟の上死守せよ。東の船に乗り込む敵船を迎撃してほしい。そこだけを切り離せば炎症を防ぐはずだ。助けるだよ。おい、今行くからな。なんというか素晴らしいです、その強靭さ。できればご教授願いたい。総軍よ、我らが闘志の炎を喰らえ。我が波動の前に、なんとこの船だけ切り離しておったか。ならばせめてお主の首をもらって帰ろうか。南に展開して、てか細胞が離反した模様。細胞、敵の防御全員説得しに行った方が良さそう。離反の船なのであなたを失いたくない。細胞、私を信じて戻ってきてくれないか。なんと、わしは騙されていたのか。船にお乗りを。ここに敵の急所をつきますぞ。確保現状、清算。あそこで戦ってる味方を助けるだよ。行くからな。素晴らしい活躍ですね、曹操。私にも戦果を分けていただきたいものです。敵の喉笛へと食らいつくぞ。本人を強襲し、孫権を討つのだ。あの地を抑えるぞ。進め。天聖、敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。おいらたちが漏れちまうぞ。素晴らしきお働き。覚悟は良いな。
一段通過を超える。我々の前に出払い、私の計算を上回る強さですね。私は君に波動を示す。この撤退は筋書きだね。敵将を打ち取ったり、
わずともよい、アグラ。この戦、完璧とも呼べる形で制することができた。お前たちの武勇と気力に、この層もとき、心から敬意を示す。さあ、我らの勝利だ。皆、勝ち抜きをあげよう。おー！